はい、今回はいいですね。あー、懐かしいな。白あったよね。そうか、白あったか。パトリック・クライファートですよ。なんか俺、レジェンドのイメージ、なんかキラーのイメージしかなかったけど、白あったんですね。なんか、クライファートもあれやな、そう考えたら早熟の男やったな気がするな、なんか。オフェンス17、テクニック16、パワー18、なんかそんな感じやな。ただでかいけど、なんかあんま激しさもないみたいな。89センチ。でかいね。ほんとデビューした時はすごかったけどね、なんかね。でもなんか言うほど爆発力がなかったっていうか。なんかね、どこで AC ミランがどっかに行った気がするんだよね。パトリック・クライファーと。現在もちろん引退して、あ、監督やってんやん。あだ名、デミル・スポル。にくいな、これトルコのチームやな。トルコのチームで監督やってんやん。やるじゃん。オランダ代表歴79試合40ゴール、まあ、そうやね。ワールドカップも決めたね、ゴール。もともとアヤックスやね。アヤックスで、アヤックスこれあれね、チャンピオンズリーグ取ってるからね、この時のアヤックス。あのファンハールの時はね。すごいメンバーいたよね。で、AC ミランに行ってさっぱりだったよね。カルチャの洗礼を受けるっていう。こんなにさっぱりなことあるみたいな。やばいよね。なんでそんな適応できひんのっていうぐらい。で、バルセロナ行って一気になんか爆発したんだよね。あの時バルセロナが、ファンアールが監督だったよね。まあ、それがでかいよな。逆に言うたらなんか、オランダ人の特有っていうか、その、肩がないと何もできひんっていうか。だから、いい選手ではないんやな。そこそこいい選手だ。オランダではいい選手かもしれないですけど、海外ではそんなにって感じなのかな。で、ニューキャッスルに行って、バレンシアに行って、アイントホーヘンに行って、で、フランスのリールで引退と。なんかもう、中津飛ばずだったね、途中からは。ラリーガで192試合で91ゴール。まあ、すごいけどさ、メッシやと思って取ってるよ。まあでもなんか、そうだな。よくやったけど、かもなく不可もなくかな、トータルで言ったら。でも確かユーロ2000で得点もなってるよね。なんか、チームが機能してないと点取れへんっていうタイプかな。なんか一人でゴリゴリ行く感じじゃないからね。はい、でもこれからね、監督としてどこまで行けるのか。楽しみっすね。